はーい。お疲れ様です。元つです。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、またフェミニストさんたちがね、クレーム言いまくって、一つの企画をね、潰したということでね、すごく話題になってるお話になるんですけど、最終的にね、えー、その内容がフェミニストさんたちにあのブーメランとして刺さってきてるんでね、帰ってきちゃったんですよ。まあ、それが面白すぎたんでね、今回動画にしようと思いました。はい。では見ていきましょう。元つのチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録しくい。 登録もよろししくお願いしますということでね、今回も参考にさせていただくのが、滝沢ガルさんのツイートなんですけど、めちゃめちゃ分かりやすく、面白くまとめてくれてるんですけど、はい。で、ターゲットとなったのがね、今回、サンリオなんですよね。サンリオのマイメロのキャラクターの中の、マイメロママの名言をあしらったグッズを発売しますということで、サンリオがね、新しいグッズのことを言ってたんですよ。で、そのグッズっていうのが、まあ、こんな感じになるんですけど、その中に、あのマイメロママの、えー、名言が入ってると、まあこ。ちょっとこれ見づらいんで、えー、こちらの画像を おすするんですけどこんな感じでねいろんなマイメロママっていろんな名言出してるみたいで元々全然知らなかったんですけどすごい面白かったですよねこれ。女の敵はいつだって女なのよとかね <laughs> 男は先手必勝よとか、えー、女の子が気にしているようなことを言うような男はぶってもいいのよとか結構ね過激ではあるんですけど元々的にはね 結構確信ついてんじゃないのかなと。お面白いなって思えるような内容だったんですね。まあ一つのネタだと思ってね、えー、思えばいいのかなという程度だったんですけど、そんなおかしくは思えなかったんですけどね。ただ、ついェミさんたちはね、ふざけんなって言ってね、怒ったみたいで、名言、どこが女の敵は女って、時代錯誤も甚だしい差別発言ということでね、も、ま、う、あ、女の敵が女のわけないじゃん。私たちは女の人たちのために戦ってんだからみたいなぐらい,ぐらいであの、めちゃめちゃ怒ってたんですよ。で、それがこちらのね、えー、ツイートの内容になるんですけど、 こっちらから、ちょっと右側から見ていきましょうか。まあ、温泉娘でね、あの、クレームを行った二藤さんとかね、こんな感じで言ってるんですよ。2005年、高校生で前メの好きだったけど、前メのママのことは虐待親ともかぶるし、怖いと思ってたって、なんかね、まあ、自分のと重ねるかのように、前メのママのことをね、まあ、虐待親だというふうな表現とかしてるんですよ。それ、またちょっと違うと思いますけどね。でも、それが愛情として描かれたり、毒舌としてネタや笑いになっているのも怖かったけど、女の敵は女。 などのセリフにそうなのかなと思ったりそうなんだと思うとしたりもしたということでね、まあ、これクレームなのかどうかもちょっと分かりづらいんですけどなんか無理やり虐待をやとかぶせてくるとかちょっとね、あのーまあ、文句が言いたいのは伝わってくるような話なんですよねで <laughs> ちなみにまあちょっとここで一旦止めるんですけど2頭さんってね2005年高校生の時って何やってたかっていうと、えー、こちらの人がつぶやいてくれてるんですけど、えー、あれ とと思ったたののが2頭が高校生の時にママイイメメロロ見てららしいことえマイメロは2005年から放送で時間帯は日曜の朝でもその頃2頭は家にも寄りつかず難民女子高生やってたはずということでね今家で少女みたいなことをやってたはずなのにえがっガッツリテレビ見てたのえどういうことって、うん、渋谷でさまよってたっていうような本まで出してるんですけどこれどういうことなんだろう矛盾発生してないっていうことをね言われてたりするんですよまあ具体的なねあのエビデンスないんでそこまでわかんないですけどまあ一応本にもだ 本も出してるような感じなんで、これ、どうなんだろうね、二藤さん。実は家にいたのかな。 まあちょっとリツイートといいねさせていただきますねあ。もとみつツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローしていただけると嬉しいんでね。よろしくお願いします。まということでね、まあ、ちょっと話戻そうかなと思うんですけど、でこちらの、ね、方から批判が来てるのは、おそらくメインターゲット層が女性である商品に、女の敵は女って書いてあるの、意味がわからない。一度や二度の失敗でのところも男らしさの抑圧だし、どうしてこうなってしまったのかということで、まあ、この人も、ね、女の敵は女っていうのがね、 女性をターゲットとしてる、えー、その商品の名言とは思えない意味わかんないよって言ってるんですよ。女の味方でしょ。女はみんな味方でしょみたいなね、えー、感じのことを言いたいんでしょうけど、まあこういう意見だとか、あと左側ねマイメロのママ全然名言じゃない。味噌汁スティックで、えー、時代錯誤的な企画よくこのご時世にゴーサイン出ましたね。オールジェンダーに失礼な発言ばかりとまあ冗談とかもなんか通じないんでしょうね。別、うん、そこまで起こることじゃないかなと個人的には思った。 なんで、すけど、うん、でまぁ、あ、ちょっと話を戻すと、えー、で、その最終的にね、産業が発売中止しますということで、発売の前日ぐらいにね、急遽中止になったらしいんですよ。マイメロディのバレンタイン一部発売、販売の中止のお知らせ、バレンタイン企画として進めた一部の商品の発売を中止することにいたしました。ご了承くださいということで、まあ、これね、え 三両マックしちゃったのかよマジかよみたいなことになっちゃったんですよ。で、えー、ただ、その後ね、マイメロママの名言についてね、話が出て、なお、マイメロママの名言は女性社員が考案していたと判明ということでね、こんな感じのね、えー、ものがあったんですけど、ターゲットは当時の視聴者、名言のセレクトはすべて女性っていうね、まあ、こういう記事があったみたいで、でその中で、えー、これだけは入れたかったという担当者、イチオシのワードはありますかっていう質問をね、えー、三ン側が受けてるんですよ。またこれら、ね の発言をセレクトした,男性とセレクトしたのは、えー、男性と女性どちらなのでしょうというふうに言われてて前目のままの名言はどれも素敵ですと産業、うん、からするとそういうふうに、ねえー、感じてるで全てですね政策は全員女性ですと言ってるんですよなので今回産業のね、えーまあ、この名言,あこっちか、えー、名言の件もそうですしそのを使ったグッズとかっていうのもあの今回のね こういういのは全部ね基本的には女性が作ってるもんなんですよ。うん女性の活動なんですよ。うんまあなので、まあ、それに対して何癖つけてるっていうのは、まあ、結局ですよはいここですよね女の敵は女が皮肉にも証明される今ここっていうことでねまとめてくれてるんですよ。<laughs> だって女性がみんなで作ったものをね、えー、女性であるフェミニストさんたちがね、叩きまくって、最終的に発売中止まで追い込んでしまうっていうのは、まさにこれですよね。女の敵は女ですよ。だから割とね、もともとはね、こういう話、このね、えー、名言って、まあ、全部とは言わないですけど、なかなかね、確信ついてんじゃないのかなと思うんですけどね、まさに女の敵はいつだって女なのよ。 笑いますよね、まあ全員が敵ってわけじゃないですけどまあ、とにかくこういうことを言われてねまあ多分ねフェミニストさんたちはまず男は敵だと思ってるわけじゃないですか。でそんな中女性かららも敵って思われたらもう ね、世界中が敵になっちゃうわけだからなんとしてでも女は敵っていうのはね、えー、そんなのありえないっていうことを言いたいんでしょうけど結局自分たちが敵になっちゃってんだよ <laughs> こうやってクレームすることによってねはいまあということでこんな感じで面白いお話でした皆さんの意見もねちょっと見ていこうかなと思うんですけどこちらとかああなるほどサンリオがクレームに折れてマイメログッズを販売中止したのはいつでもとのコラボ商品だったことが要因かも あなるほど今回ねコラボ商品だったわけなんですよ昨年末クレームでイベント中止となったビーコプロジェクトも合同企画でした複数の会社や行政機関が携わるコラボ商品がクレーマーに狙われると対応が難しいとなるほどねだからサンリオさんがね、えー、まあ独自にやってるもんだったら、まあ、貫き通してたかもしれないですけど他のね、えー、企業さんたちに、あのー、迷惑がかかるってなったら それは面倒だからやめておこうぜってね、安倍側がね、振ったんじゃないのかなと思うんですよね。急遽中止してますからね。うんで、このコラボっていうのが、最近で言うとね、東条凛香さんの件もそうですし、ね、警察とのコラボだったりとか、あとは、えー、その温泉娘とかもそうじゃないですか。結局、いろんな企業の人がスポンサーとしてついてるから、まあ、そこら辺にね、えー、目をつけてあのクレームしまくって。で、あの、まあ、その、 企画としては、まあ、安排を取って、ちょっとねあ、なるべく火が起こらないようにしようっていうことを、なくなくせざるを得ないようなところばっかね、突っ込んでいくわけですよ、こうやってクレームで。これちょっとね、せこいよね、やり方が。うん、なんでこんなに企業側が、こんな弱者側で、なんかむちゃくちゃな意見ばっかり取り入れないといけないのかっていうのは、元光はね、すごい不思議に思うんですけど、まあ、とにかく今回もね、コラボ系のものが狙われてしまって、まあ、かなり苦しい状況なんじゃないのかっていう意見でしたね。まあ、確かにそうなのかもね、って。リツイートといいね。 させていただきますね。はいで、他にも、えー、キャッキャーまさに女の敵は女の案件でした。なーって言って <laughs>。 ブーメラン帰っっってててきたぞって言ってこんんな感じの、ね、意見とかもあるんですよね、まあ、まさにそう思いますけどね。うん、とか、自分がどう思うか自由だけど、自分が正しいと思うことを押し付けて、発売中止させるのは違う、危険な思想だということで、まあ、干渉するのはおかしいだろうっていうことはね、まあ、そこまでおかしい内容じゃねえよというふうなことをね、えー、この人も言われてます。確かにね、別に中止に追い込まないといけないぐらい、クレーム言わないといけないようなレベルではないと思うんですよね。うんまあ、ちょっと気分害した人はいるかもしれない ですけどそんな、そんなこのグッズのせいでなんだよって怒るようなレベルじゃないと思ったいつも思いますけどね。はい。とか、えー、こちらね、サンリオにはがっかりです。だからサンリオさんががっかりされてるんですけど、今後の商品展開の参考にしたらフェミクレーマーのご意向を全面的に受けることになるわけで、企業としての骨がなさすぎると。あなるほどね。だからこんなのにね、いちいちくして なくていいよとああもうそんなに屈してるサンリオさんにはがっかりだよもっとねあの芯持ってやってくれよっていうふうにね、えー、いう意見もあったりするんですよまあこれもねコラボ商品だったからっていう理由もあるかもしれないですけどねはいまあこんな感じで今回のサンリオのグッズのね発売中止に関してはかなり、えー、話題になってて炎上してる話になりますねまたフェミニストさんやっちゃったよで結局ね女の敵は女っていうのをね証明してくれましたはい皆さんの意見もね是非お聞かせいただけたらなと思います 元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、ということでね、まあ、先ほどあのご意見お願いしますって言ったんですけど、あのー、特にね、この、あのー、名言集っていうの、こちらの名言集とかね、えーまあ、男性から見たところとか女性から見たところとかいろ、まあ、んな意見あると思うんでぜ、ね、ひコメント欄でお待ちしてます、はい。本日もご視聴ありがとうございました。